足と触角にある紅白の縞模様が特徴的なアシアカエビ。徳島市の津田漁港では車エビよりも一回り大きい体長20センチ重さ40グラムほどのアシアカエビが水揚げされています。アシアカエビは普段海底の泥の中で眠っているため、漁師の人たちは鉄製の網にクワをつけた漁具で 泥を掘り起こして捕獲します。今年は年明けから漁獲量が増え、多い日は1日に1トンほど水揚げされるということです。アシアカエビ漁は来月末まで行われます。